どうも、龍馬です。ロストジャッジメントの続きをやっていこうと思います。前回ですね、沙織さんがこれからなんかね、RK を探してなんか情報をね、聞き出すみたいなところで終わったので、早速やっていこうと思います。てか、沙織さんをさ、こうやって操作するのロストジャッジメントでは 初だよね。ということで、じゃあ、早速やっていきましょうか。これ普通に街中はあれかな？探して RK を探せばいい感じかな？これ普通に声かけて、大丈夫かな？なんかこれ、まず RK の人たちを探す必要がありますね。彼らはヤクザと違って人目ではわかりません。でも大丈夫。こういう時は顔の広い。てんだー！え？これ大丈夫かの人。なんか光りそうになってるけど。てんだー、今回、出てくるんだ。前回ね、ジャッジアイズの時にね、天台に行くってんだーっつってね、めっちゃ言ってたけど、今回初めてだー。来たー！テンダー！ここがテンダーですね。ヤカミさんがこの街に来て最初にバイトしてた店。あ、そういえばそうだったよね。顔の広いマスターに聞けば RK の人たちにどこで会えるかも教えてもらえるでしょう。自分がね、ジャッジアイズやった時にはね、この前で刀を持ってる男に襲われて、このね、テンダーのね、看板がね、半分になっちゃったんだよね。今回もテンダー出てくんの嬉しいってんだー。あ、これマリネだよね。今回もマリネ出てくるんだ。ようこそいらっしゃい、沙織ちゃん。嬉しいね、来てくれて。マスターってお前邪回魔こんなします。声だったっけ？こんにちは。ターボーと仲良しの先生よね。あの子は今日一緒じゃないの？ええ。そう。じゃあ遠慮なくガールズトークできちゃうじゃね。ん、ガールズトーク。なんだい、マリネ。それじゃ俺がお邪魔みたいになっちゃう 確かにちょっと言いにくいね。ああ。マスターは乙女心分かってくれるから許してあげる。あら、よかったね、マスター。なんか随分息の合った二人ですね。さあ、ここで話を聞くなら、まず一杯頼まないと。沙織さんってお酒飲むの？何飲むか迷ってんでしょ？いいよ。内緒でターボーが入れてるボトル飲んじゃいな。あ、あい悪いつ、最な。近ツケが溜まってるし。あら、そうなの、ヤガミさん。ありがとうございます。お金払ってないってこと？ツケ溜まってるってことは。悪いな、ヤガミさんも。そういうわけで RK の人たちと会えないかマスターに聞いてみようと思ってきたんです。情報持ってるのかな？あちゃー、あやっちゃぱり仕事の用事だったか。あちゃでも沙織ちゃん、おいしそうにお酒飲んでくれるよ あ、沙織ね。さんもお酒好きなんだ。ほんと、なんだかかっこいい。あら。そんな、お二人に言われると恐縮しちゃいます。マリネと美人が二人並んでるとなんかこう年がいもなくウキウキしてくるあら、このスキベなマスター。あら、本当だ。今日マスター、いつもより12ヶ月は若く見えなる。んで12ヶ月なの？ それじゃいつもと変わんないじゃないの。だって、マスターがそれ以上若くなったら、かっこよすぎちゃうあじゃら、なんない？かイチャついちゃったね、この二人。ああ、本当ですああ、ね。声が。なんか今エロかったの、声が。いけない、ここは罠ですね。なんだか気持ちよすぎて仕事を忘れちゃう。いやー、しかし RK に会いたいと来たか。実はそこら中にいることはいるんだけどあ、いるさ。んだ。彼らも仇から RK ですかと聞かれて、はい、そうですとは言わないんだ。まあ、そんな簡単に答えてくんないよね。そうね。しかも沙織ちゃん、彼らから結構ディープな話を聞かなきゃいけないみたいだなあ、し、ディープ。そうなるとちょっとだけ難しいかも。ちょっとだけですか。でもちょっとなんだ。沙織ちゃんほどの美人が街を歩けば RK から近づいてくなんるよ。だ、RK もスケベなのか？ただその格好だと硬すぎちゃうから、少し隙のある服とかメイクにするといいかあ、またお洋服とか着替えるのかな？なるほど。そりゃあいい考えだ。ジャッジアイズの時もやったよね、これね。隙のある服とメイク。ターボーから聞いてるよ。沙織ちゃんがその気になったら、カムロ町のキャバ嬢たちも顔負けだって。ジャッジアイズの時もすごかったもんそれね。で前から興味があったの。あら。ノーアルタカは爪を隠す、だね。キャバ嬢みたいな格好をするということですか？これからすぐに？お、すぐにやんの？まあ、他の手もなくはないだろうけど。RK には効きそうな作戦だ。またじゃあお着替えしに行くのよか。かったら私が見繕ってあげるから、沙織ちゃんは
その中から気に入った服とかを選んだらいいわよ。お、今回マリ姉さんと行くの？わかりました。じゃあ、お言葉に甘えて、お手数ですがお願いします。うん、早速行くんだね。オッケー。任せといて。あら、頼りになるマリ姉。お、いい、待って待って待って、お店に向かうとかじゃなくても、いきなり、あれなんだ、お着替えモードなんだ。ジャッジアイズの時はな、自分ピンク好きだからな。あれ？あれ、自分ジャッジアイズの時はこれにしなかったっけ？なんかね、めっちゃピンクにした覚えはあるんだけど、でもね、前回と一緒じゃ面白くないかな。え、今回さ、とことんチンチクリンにしてみる？あ、でもあんまりチンチクリンっていうチンチクリンも、ないな。難しいな。え、どれが一番チンチクリンかな？なんかこれすごい、なんかあれみたい。アナと雪の女王のあの、あれに出てくる人みたい。どうしよう。うわ、なんか普通のしかないな。なんかこれすごいな。どうしよう。これで行ってみようかな。これ、あ、色も選べるんだ。あ、青の方がいいな。あ、これあれか。頭につけるやつ。あららららら、なんか妖精さんみたい。これで行くか。あれ、沙織さんって普段からメガネかけてたよね。どうしよう。あえてメガネなしで行ってみるか。普段ね、メガネかけてるし。あー、お耳につけるやつね。多分自分ジャッジアイズで絶対ハート選んでんだよな。なんかこの、おっきいチームランみたいのにしてみるか。これ何？あー、はいはいはい。首からするやつね。なんかこれすげえな。これ行ってみよう。これはあれか。あー、おててのね。あら、これにしよう。だからね、虹みたいな感じでね。お、これにするか。お花つけていこうぜ。お花つけて。腕時計もあるんだ。金ピカで行ってみるか。今回はね、いつも自分が選ばなさそうなのをつけてみるか。あー、すごい、なんかベルトみたいな。うわー、普段だったら自分これ選んでるけどな。今回いつもと違う。これ金ピカピンにするか、じゃあ。これ何？香水もつけれるんだ。どうしよう。こっちで行ってみるか。あ、お顔とかも変えられるんだもんね。あ、なんか自分前回これにした気がするな。なんか面白い感じの、あ、面白いらないか。どうしよっかな。これでもあれだよね、いつもの沙織さんっぽいもんね。めっちゃ迷うな、どうしよう。ちょっとじゃあこの長いこれで行ってみるか。あー、なんかすげえ派手なので行ってみる。水、これやばくね。これはどこ？あ、これあれか。眉毛、まつげ、どっちだっけ。これで行ってみるか。ちょっと濃いめの感じにして、色は、この緑色っぽいので行ってみるか。あ、なんかすげえことになってきたな。あ、これあれか。お目目のところか。どうしよう。あ、元のまつげか。元じゃ面白くないから、これで行ってみようか。紫で行く？あー、なんかすげえ目立つな、これ。なんかこれパンダみたい、これ。パンダで行こう、じゃあ。まあ、パンダだし、黒でいっか。アイシャドウって何？あ、なんか上の部分の色が、ちょっと変わってる感じか。どうしよう。迷うな。これでいってみるか。ちょっとピンクも入れて、カラーコンタクト。これお目目の色か。すげえ、これ。めっちゃ綺麗な色。どうしようかな。紫いいな。紫でいってみるか。チークって何？あ、ほっぺのやつね。どうしようかな。これなんかあんまり色変わってる気がしないんだけど。なんかわかんないから何でもいいや、ここは。あ、これあれか。お口ね。何色がいいかな。すごいね、これ。どうしよう。これか、体調悪そうっていうか、なんかすごいなんか寒そうな感じだけど。これで行ってみるか、じゃあ。めちゃくちゃ派手だな、これ。お、病室、チェリー。あ、今ここであれか。お顔とかやってたんだ。これはターボーから聞いてた通りというか、それ以上ね。あら、なんかいい反応じゃない。アイさんの前でこんな格好、なんだか恥ずかしいです。派手だしね。何言ってるの、本当に綺麗。あららら、ら、いや、そんな。照れちゃってる、沙織さん。本当に大丈夫だってば。めっちゃ見てるやろ、奥野さん。あららら、ら、通行人がみんな見てるな、まだ何か足りないみたいね。まだ足んないの？最後に必要なのはプライドよ。私は綺麗だっていうプライド。プライド。でも私、そういうのは。あら、控えめな沙織さん。じゃあ、弁護士としてのプライドは？それはあるでしょ。弁護士としての。どういうこと？弁護士としてのプライドって。
あ、なんかお顔がキリッとなった。オッケー、バッチリ。ほら、見てみて。あららら、スケベな人たちがみんな沙織さん見てるよ。でもこれ普通でも目立つからな。みんなほっとけないって顔してるよ。これなら RK もすぐ引っ掛けられそうだな。こんな気分久しぶりです。ありがとう、マリさん。あ、マリさんって呼んでんだRK の連中に会いたいんだよね。それだったら私と一緒にスカウトされに行く？スカウト？スカウト？ RK はガールズバーとかキャバで働いてくれそうな子を見るとすぐ寄ってくる。あー、そういうの誘ってるんだ。特に多いのはそこの占領通りね。二人で歩いてみようか。これならすぐスカウトされんじゃない？いいんですか？そこまで付き合ってもらっちゃって。そこまでやってくれるんだ、マリ姉さん私も沙織ちゃんのメイクがどれくらい効果あるか見たいし。確かにこれ見てみたいよね。いいの、こちらこそ迷惑じゃなければ付き合わせて。優しい。占領通り歩いてみましょう。 RK が声をかけてきたら閉めたものです。これから可愛しい家のことを聞き出して彼らが調べた情報を手にできるかもしれません。おー、なるほどね。ここからも歩いて向かうのか。これ沙織さん、沙織さんってあれなんだ、走ったりできないんだ。え、このペースで何、じゃあその占領通りまで行くってこと？お、あ、でも一応なんか範囲は見えてますね。お、一応アイテム取れるんだね、これ。これでもすごいね、なんか。こうやって普通に歩いてるだけでもすごい目立つもんね。結構あれだね。青色って目立つね。これさ、ジャッジアイズの時にも通ったとこだね、これ。一番最初にさ、来たあそこあれだよね。銭湯か。なんかだよね、確かね。お、来たか。早速 RK が声かけてくんじゃない？あれ、なんか試せの話してる。何の話してんだろう。あの頭の鼻もすげえ目立つな。いやー、ちょっとごめん。お姉さんたちかっこいいね。早速来たぞ、スケベが。今日はどこか飲み行く感じ？それともこの辺の店で働いてるのか？これ右にいる人よくある人じゃん。うん、女二人寂しく飲み歩いてるとこ。ねえ。ねえ。ねえ。なかなかいい感じ。だったら俺に奢らせてくんない？いい店知ってんだ。いくらでも飲ましてあげるよ。あら。うわー、すごい羽振りいいんだ。でも私たちめちゃ飲んじゃうよ。めちゃ飲んじゃう。大丈夫？ダチがやってる店があるんだよ。そいつもお姉さんたち連れてったら喜ぶと思うし。彼らが RK なら誘いに乗ってもいいですね。でもそれをどうやって確かめよう。え、RK だよね、この人たち。おー、なんか色ぶっといプド。君たち可愛いね、タイプよ。あなた方は RK ですね。これは単刀直入すぎるな。今夜はむちゃくちゃになりたいの。だってこれやべえな。今流行るの RK って知ってる？これ一番聞き方的にはうまくないけど、これちょっとこれ見てみたいな。え、これちょっと言ってみていいですか？これどうなんだろう。ちょうどいい時にお兄さんたちに出会えたかも。あれ、これそのままそのセリフ言うわけじゃないんだ。今夜は私、あ、いた。めちゃくちゃになりたいなって思ってたけど。あー、これどう話すんだ。何、どうしたの？最近年下の悪い男に捕まって、彼ってすごく束縛するから。あららららら、私もいい子でいなきゃって思い詰めちゃってたの。沙織さんいつもと全然違うな。だけ自分へのご褒美に自由になっちゃおっかなって。言い方がすげえ。沙織ちゃん、そんなこと私にも言ってなかったのに。あら、急な告白。俺でよかったら一緒に乱れますよ。沙織ちゃんとめちゃくちゃになりたいの。バカだな、この人たちも。でも今一緒にいて楽しいのは RK の人たちだって聞いてきたから。おー、ぶっこんできたね、 RK の話題を。あそこの人たちってなんかいろいろすごいんでしょ。どういう意味で？沙織ちゃん、やっぱり RK の人とじゃなきゃ嫌なの？私はこの子たちも可愛いと思うけど。絶対自分たち RK だよって名乗るでしょ。なるほどね。だとしたら俺たちって運命の出会いだったのか。言ったぞ言ったぞ、うまいな。てか意外と正解だったんだ、さっきの選択肢で。まさか。あら、もしかしてあなたたちって言うのか。まあ大きな声じゃ言わねえけど、RK の中でもちょっと知られてるもんでね、俺ら。ああ、RK っていうのはバレちゃったね。少なくとも俺らなくしては今の RK にはなってないよな。おお、言うな。
俺もここまででかくなるとは思ってなかったさ。すごいな、相当役に立ってる自信があるんだね。うまくいったみたいですね。やっぱりこの男たち RK のメンバーです。あとは河合信也のことを聞き出しましょう。彼らがなぜ河合を探し回っていたかを。カムロ町って今みんな RK が仕切ってるんでしょ。まあね、ヤクザが幅利かす時代は終わったからよ。あ、もう RK の時代だ。もう仁義とか極道の伝説とかも通用しねえ。これからはいかにルールのねえアンダーグラウンドで戦えるかがものを言う。アンダーグラウンド、壮絶な世界。壮絶な世界、言い方がまたかっこいいな。そういえばこの間 RK の人たちで誰か探してたみたいだけど。おお、聞いてくね。何年か前に姿を消したとかっていう。教えてくれんのかな。ああ、あれね、あん時探してたのはガールズバーのマネージャーだった男だな。お、言ったね。さすが、お兄さんたちは情報通なのね。5年前にある日突然姿を消したってやつだ。カムロ町じゃ珍しくもねえ話だ。おっかねえ話だな。何それ面白そう。あ、ノリノリ。結局その人は見つかったの。うまいね聞き方。いや、さすがにダメだった。そいつは可愛いって男で、この町じゃ毒にも薬にもならねえ小物だ。ああ、すごい言われよ。それがある晩昔の知り合いらしいのに囲まれてたんだってさ。え、囲まれたの。多分過去によその町でトラブってたんだろ。それで、そんで押し問答した後、最後には無理やりバンに乗せられてた。え、そうだったんだ。以来やつは姿を消したままだ。え、殺されちゃったんだよね。それってつまりどういうこと。どっかよそで殺されたんだ。うわ、河合が生きてりゃ町に戻ってきてるはずだ。店からの給料もまだもらってねえ分があったらしいから。本当にやられてんだじゃあ。ってことは今頃海の底か山の中にでも埋められたんだろう。うわわ、怖い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 。その河合の昔の知り合いたちって誰だったの。知ってんのかな。さあね。あ、10人近くいたみたいだ。見た目は肩着の若いやつらで、女も混じってたんだ。女性もいたの。でももう5年も前のことだからな。結構前だよね。河合を盤に押し込んだ肩着の一団、それも昔の知り合いらしいって。もしかしたらまた黒川学園の同級生たち。いえ、さすがにそれは結論を急ぎすぎかも。その目撃談があるということは、誰か河合信也が盤に押し込まれるところを見てたということですよね。5年前に。そういうことだよね。そう、見てたのは河合が働いてたガールズバーの子だ。お店の人が見てたのか。俺らはその子に話を聞いたってやつからまた聞きしただけだけど。そのお店の場所は。カムロ町で5年も前のガールズバーだぜ。もうどこにあったかなんてわかんねえよ。まあ、そりゃそうだよね。その間に何百件も潰れちゃ新しくできてんだから。じゃないのかな今。そもそも誰が今になって河合を探そうとしたんですか。おー、グリグリ聞くね。 RK はその誰かから人探しを依頼されたわけですよね。そいつはもうちょい上に聞かなきゃわかんない。あ、さすがにそこまでは知らないのか。それよりちょっと待って、こっちからも一つ聞いていい。なんだ怖いな。なんか、はい、さっき沙織ちゃん可愛いシーンやって言ってたけど、なんであいつのフルネーム知ってんの。俺ら言わなきゃ。やば、なんだと。やばいぞこれ。もしかして最初から可愛いのことを聞かせて俺ら話してたわけ。何者。結構鋭いなこの人たち。何をするんです。お、距離変わった。その手を離して。誰なんだお前。これさすがにやばくない。通りすがりの RK ファンです。これ絶対手遅れでしょ。お前らに名乗る名はない。これ言ってみたいな。これでも素直に言っちゃったらまずくない。これめっちゃ見てみたいんだけど、これ言ってみるか。どうなんだろうこれ。お前らに名乗る名はない。普通に言った。この手を離せ。この私に暴力や脅しは通じない。急にかっこいい感じになったな。急に本性出してきたじゃねえか。ならこの手はなんだ。震えてるじゃん。あらら、震えちゃってるんだ沙織さん。武者震いってやつ。おかっけえ。そんな男たぶらかすような格好して言うよね沙織ちゃん。ちゃんちゃん、ざけんじゃねえぞ。戦いはそういうのできないでしょ。どうする。おっと、あれ、あ、ひろしさん目障りだぞ。
チンピラ。あ、東さんだ。東さん。てめえ。うわ、かっこいい、ユルさん。この人なんだかんだ優しいからね。たちの悪いチンピラが増えたもんだ。あれ、これ今回初登場だよね、東さん。なんてナイスタイミングで。なんていらねえ。この街歩くときは気をつけな。特に美人。うわ、かっこよすぎない、これ。東さん。だからレアなんて。え？なんで俺の名前。あれ、東さんって沙織さんのこと知ってんだっけ？源田法律事務所のお久しぶりです。あ、そうだよ、知ってるよね。嘘だ。いいリアクションするな、東さん。これは気がつきませんで、白崎先生。しかし、すげえっすね。見違いましたよ。これ気づかないよね、知っててもね。お、東さん、ゲームセンターサルル店長、お久しぶりだな、東さん。ありがとうございました、東さん。私はともかく、マリさんを危ない目に遭わせるところでした。本当に助かりました。ちゃんとマリネのこと考えてあげてんだ。若くて強くてかっこいい。私タイプかも。あれあれリリリあれリリあれ。さっきの奴らは RK ですね。最近町中で調子づいてるんですよ。あ、東さんも RK 知ってるんだ。元登場会の松金組クイーンで組員で東、これ哲司だっけ、哲司さん、カイトさんの査定で矢上さんとも顔見知りです。確か今ゲームセンターの店長だったはずだけど、格好はヤクザファッションのままなんですね。言われてみたらそうだね。前回のチャッチャイズの時にヤクザファッションのままだね。よかったら安全なとこまでお送りしますよ。いや、何、俺も最近は暇してるもんだ。あら、ヒロさん暇なの。そうなんですか、ちょうどいいですね。暇な者同士、今夜は楽しく過ごします。あー、これマリン姉さん惚れちゃったじゃないの。じゃあその前に矢上さんに電話を入れさせてください。あ、そうだね、一応ね、お電話しとかないと。13年前にいじめ加害者だった河合信也はバーンの一団に連れ去られてカムロ町から消えた。その時の様子からすると彼らは河合の知人、また黒川学園の同級生らだった可能性があります。矢上の野郎、何してんですかね。白崎先生の電話には通行類内に出ろ。通行類って結構早いな。出ません、おかしいですね。大丈夫、矢上さん、もう一度かけてみます。え、矢上さんって今何してんだっけ。殺された。え、ああ、でもこうして見ると最近似たような話を聞いたよな。今度の河合も三越芝と同じ過去にいじめ加害者だったやつ。そうだ、矢上さん、あれだ、沢先生の会議は待ってるんだ。殺された。どうでしょう、カムロ町では何らかのトラブルで姿を消す人が少なくありません。理由は大体金か女か、河合もそんなケースの一人なのでは。いや、これなんかあるよね。他に河合の件はこちらでもう少し調べてみます。 RK が聞き回ったおかげで町の情報もまだホットなはずですから。ああ、よろしく。お、こっからあれか、矢上さんをやるのか。さて、こっちはしばらく沢先生を待つか、職員会議が終わるまでかなり時間があるけど。おお、どうすんだこれ。ん？天沢からメッセージだ。お、天沢さん、なんだっけ、ミスケンだ。矢上さん、私の後輩が相談したいことがあるそうで、授業が終わった夕方頃、お互いに都合がいいタイミングで部室に来ていただけますか。わかった。天沢の後輩にそんな子なんだろう、ちょうど暇してたところで話を聞いてみるのもいいな。そういえば、つくもの事務所の方にも新しい依頼が来てるかもしれない。職員会議が終わるまでまだ時間がある、どっかで時間を潰してこよう。なるほどね、沢先生の、え、メインストーリーは時間を潰す。え、夕方にミスケン研究してるのか。あ、でもミスケンはサブイベントなのか。でもこれメインストーリーの時間はこれどこで潰したらいいんだ。お、そろそろ日が暮れそうだな。職員会議終わってるかもしれない。なんか適当にうろちょろしてたあれですね。進みましてね、職員室に戻ってみるか。はい、でね、今、職員室の方にね、来たんですけど、キリがいいのでね、今回はね、ここで終了して、次回沢先生にまたあれかな、お話を。やばくないこの人、気づいたんだけど。なんかね、矢上さんがいつも、職員室に入ると、絶対こっちを見てくる。国語の教師っぽい先生に、そしていつも怒られてるあの生徒。何やってんだろ、いつも。てか、沢先生、いなくない？いつもあのね、このメガネの先生の奥の席座ってるんだけど。ということで、まあ、次回ね、続きをやっていこうと思います。じゃあ、今回でここで終了します。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。